昨晩このホテル、デラックスホテルに到着しました。見てください、この無駄に広いホテル。広さだけは十分です。これキャッチボールもできそうだ。こんな感じです。ここがとりあえず仕事ができそうなテーブルなんですが、インターネットの欄がありません。こっちにしか。欄はこっちにつないでいます。そしてこのパソコンでこの WLAN ルーターを利用して向こうのパソコンが無線で接続するというふうにしております。で、こっちにも部屋があって、こんな感じになってます。すごい広いんだよな。ほんと無駄だよ。こんな感じです。そして外はというと、こんな感じです。とりあえず豪華には見えますが、汚い。古い。とにかく古っぽい。別にいいけどね、古くても。こんな感じです。狭いな。